い、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、健康的に痩せる方法ということでお届けしていきたいと思います。はい、まあね、これもショート動画でね配信した内容なんですけども、結構ねテレビとか雑誌とかそういうメディアでですね、過激な情報が多いんですよね。痩せるとかですね、痩せたいっていうですね、そういう欲求が強いですから、特に女性の方ね。でもカリカリに痩せた方がいいとかですね、食べない方がいいとかですね、もうとんでもないですね、そういうダイエット本であったりとか、ダイエットのためにね、結構皆さんこう命を削ってるわけなんですよ。僕もねすごい苦しいんですよ、見てて。健康的に生きるってどこに置いてきたんかなと思うぐらいなんですね。で、僕もショート動画でねお届けしたんですけども、痩せるっていう目的じゃなくてね、健康的に生きるっていうことがですね、僕の中で最大の目標なんですよ。で、やっぱりね、痩せてる方がね、美しく見えたりとか、痩せてる方がね、こうインスタ映えするとかね、SNS でね、綺麗に写るとか、そうかもしれないんですけども、そういうね、健康じゃなかったらね、意味がないんですよね、残念ながら。僕ね、こう無理やりダイエットしてね、美しさを保ってる人見たことないんですよ。やっぱり僕はですね、健康的に痩せるっていうことをですね、お届けしたいんで、ぜひね、この痩せていきたいけど、結局ね、リバウンドしたりするわけじゃないですか。皆さん無茶なダイエットするからリバウンドして太っちゃってね、自分を責めてしまうっていうことが多いんですよ。そんなことせずにですね、僕のですね、健康的に痩せる方法、まあ僕の偏見に近いんですけども、お届けしていきたいと思います。で、僕もね、いろんなダイエットをするために、ね、毎日体重計乗った方がいいよとかね、そういうこともアドバイスしたことあるんですけども、まあ、それをね、もう覆すつもりでね、やっていきたいと思うんですけども、僕ね、自分の、ね、体重計乗るとかじゃなくてね、健康的なサインですよ。健康的なサインをね、自分の中でチェックしておけばいいかなと思います。そのチェックをね、5つ6つちょっと言ってお届けしたいなと思うんですけども、1つ目、加工食品より自然食品を食べていますかってことなんですね。これね、加工食品がね、ほんと一番ね、痩せやすくなるかもしれないんですけど、後でね、体がね、もう悲鳴上げております。後でじゃなくて今悲鳴上げております。まあ、内臓であったりとかですね、さ、美しくなるかもしれないんですけども、見栄えはね、でも内臓がですね、蝕まれてるんですよ。だから僕はですね、自然食品をなるべく取ろうというのがですね、僕の狙いです。僕もね、最近ね、畑でね、作った お野菜を食べたりとかですね、そういうことを知ってるようにするようにしてるんですよ。っていうのはね、やっぱり加工食品だらけじゃないですか、世の中ね。でも少しでも、ちょっとでも自然なその無農薬の野菜を食べるっていうことが、僕の中の少しの自分の体にいたわりだったんですよね。なので僕はですね、加工食品より自然食品を食べているか食べてないかっていうね、チェックをしてくださいってことです。はい、でもう一つ、空腹時に食べて満腹時に食べていない。まあ、これ当たり前って当たり前なんですけども、お腹減った時に食べて、満腹の時には食べていないですかっていうことなんですけど、これ間食です。いわゆるご飯食べた後20分30分後になんかスイーツ食べたりとか、なんかちょっとケーキ食べたりとかお菓子食べたりとかしてませんかってことなんですね。まあ、これね、痩せストイックな方は食べてないかもしれないんですけども、健康的に痩せたいんだったらこれもやめた方がいいです。はい、僕もご飯食べた後に何か食べたいなと思っても食べないようにしてます。で、僕はですね、オートファジーですね、16時間は食べないプチ断食っていうのをやってるんですけども、まあ、たまにね、お腹が減る時もあるんですけども、そういう時はナッツであったりとかそういうものを食べたりとかしてですね、その空腹をね、ちょっとこう満たしているっていう形なんですけども、皆さんね、痩せない言う人に限ってですね、ご飯食べた後の、果物、ご飯食べた後のケーキ、ご飯食べた後のスイーツとか食べてる人が多いんで気をつけてください。はい、で、あとですね、3つ目いきましょうか。あ、これですね、先ほども言いましたスイーツですね。スイーツ、揚げ物、不健康そうなものですね、を食べても自分を責めちゃいけませんよ。僕も、これね、結構やっぱ多いんですよ。やっぱり健康食品食べようと思っても食べれないじゃないですか。なかなか食べれるもんじゃないと思うんですね。で、僕もね、こう言いながらもコンビニが下にあるんでね、このお店のね、下にね、コンビニがあるんですよ。
でそこでね、ハッシュドポテトであったりとかアメリカンドッグを食べたりするんですよね。でその時にね、ああ食べてしまったってこう自分で責めるんじゃなくて、もうこれ食べて美味しいっていうその満足感という心の安らぎっていうんですかね、そういうものをね、得てほしいと思います。食べて自分で責めてても本当に自分を体を自分で痛めつけているのもんなんですよね。もう食べたいものは食べる、自然に食べてください。ただ食べ過ぎ注意です。はい、そこをね、皆さんね、勘違いしないでくださいね。食べ過ぎは良くないですよ。でも食べたからといってですね、なんていうんですか、自分を責める必要はないです。毎日ね食べるわけじゃないですしね、そういうものって。だから自分のね、食べたい時に自然に食べる、これストレスを感じない方が僕はいいと思います。はい、これね、ちなみに僕の独断の偏見なんでね、はい、参考程度に聞いておいてくださいね。であとはですね、4つ目、これラストにしましょうかね、体を動かし、エクササイズをしている。はい、まあ、これもね、1日ね、10分でも20分でもいいから、運動してくださいって僕もショート動画でもね、ずっとお伝えしてるんですよ。やっぱりね、運動しないと始まらない。本当にね、結構ね、太っている方ですね、自分が痩せたいと思っている方でですね、運動がね、全くしていないんですよ。本当にそれ痩せるわけないでしょって思うんですけども、僕のこの健康的に生きるためにはですね、痩せるよりもまず運動です。運動してください。10分でもいいですし、この間もショート動画で言ったんですけど、スクワットとかね、簡単に10回20回するだけでもいいんですよ。それだけでもまずねやってくださいってことなんですよ。まず習慣を作るためにちょっとしたね、ことです。これベイビーステップって言うんですけど、ちょっとしたことを積み重ねていくんですね。それをすることによってですね、あなたが、ダイエットっていうよりもですね、健康的に生きるために痩せていくっていう方法なんで、ぜひねこの今4つの方法かな、これをお届けしました。であとね、またこの動画がねちょっと好評であれば、あと続編があるんで、こちらもね、配信したいと思うんですけども、ちょっとね、僕のこの建物の下がですね、今改装工事をしてるんですよ。なので、ちょっと動画もね、長時間ね、長尺の動画撮れないんですよ。ガン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 音がしてですね、ちょっと皆さんにね、こう不愉快な気持ちになってほしくないんで、まあ、これぐらいで今日は動画終わっていきたいと思うんですけども、またね、この続編、また好評でしたらまた配信続編していきたいと思いますんで、またコメントであったりとかですね、いいねのボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕はですね、日本一失敗しないセルフケアということでお届けしているんですけども、まあ、そのポイントとしてですね、僕はですね、美しく老けていくためにはということでですね、これを最大のテーマとしてですね、掲げております。その中にもですね、血液循環というものを良くしていけば、美しく老けていくということでですね、動画配信してるんですけども、まあ、その中でですね、血液循環が良くなれば痛みが消えたりしびれが消えたり、血液循環が良くなればシミが消えたりシワが消えたりというですね、あなたのなりたい自分になっていただけるような配信をしております。またもう一つですね、僕が、注目しているのは楽しくできるというところなんですね。人間ですね、楽しくないと続けれないんですよ。特にセルフケアっていうのはですね、こう無理やりやってもですね、効果が出ないですし、楽しんでやっていただけるためにですね、毎日こう日々お届けしているんですけども、僕の動画はですね、簡単にできて誰にでもできて必ず効果が出て楽しくできる、このポイントでですね、お届けしているので、もしよかったらね、他の動画も見ていただけたらと思います。はい、あとですね、こちらの炭酸生態スプレーもですね、たくさんの方がですね、使っていただいて、たくさんのね、コメントいただいて本当にありがとうございます。で僕のですね、販売しているところでですね、アンジー久しからの直接購入と Amazon、Yahoo、楽天、あとメルカリもですね、販売してますので、よかったらそちらの方からもですね、ご購入の方していただけたらと思います。またね、最近ね、偽サイトとかもね、現れているようなので、僕が今お伝えしたところじゃないとですね、もしかしたらその海賊版であったりとかですね、不良品かもしれないんで、注意して購入してみてください。ではまた次回ですね、お会いしましょう。さようなら。